力になってくれと言われてどうして嫌と言えるもんか。何があろうと頑として他人に頼ろうとしなかったあの男は俺に助けを求めてきたんだ。モニュメントで楽しんだ後、サムはホワイトボックスへ向かった。あそこを買い取った奴はすでに目当てのものを手に入れ撤収を始めていた。だが去る者は追わずだ。あの建物に忍び込むのは困難だったが、あいつにとっては大きな問題じゃない。潜入経路は一つあれば十分だ。入ればいいんだ。建物の横に換気装置があるはずだから探してみろ。そこから入って下の階にある監視カメラの操作室へ向かうんだ。監視カメラを使えば次の目標を見つけるのも簡単になるってもんだ。さてどうだか。予定を2時間も過ぎているんだぞ。え？必死にやっているのがわからないですか？あんた一体何様のつもりなんだ？あまり仕事の邪魔をするようだとガリアード氏に報告するぞ。本気だからな。聞きましたか？ああ、どうも分かっていないらしい。
立場をわきまえないからだ。そんな、まさか。騒ぐな。さあ選べ。仕事に戻るか、こうなるか。待ちたまえ。ポイントブラボーが困る。他の者たちは好きにしろ。プランは最終段階だ。ここ以外の部署は全て片付けろ。え、そんな、なんてことをするの。おい、作業を続けさせろ。私は他に用がある。クソ、殺されたのか。クソ、死んでるじゃないか。オタクと一緒か、フィッシャー。所詮はチンピラだな。遺体は研究施設に寄付してくれってんだな。戦うより隠れる方が得意のようだな。飛行場で殺された仲間の仇を取ってやる。おい、このチキン野郎、姿を現せ。とにもかくにも奴が消えてくれて何よりだ。常々お前を標本にしたいと思ってたんだ。撃たないのか。俺の質問に答えればな。口封じされるとは何の研究をしていたんだ。ダプラの依頼で電磁パルス対策をしていたんだ、もともとは。だけどロバートソンが来てから全ては一変してしまったんだ。やつか。何をした。ブラックアローに研究所を占拠させた以外に、自分の以外のコンピューターから実験データを抹消したよ。おかげで僕たちは互いが何をしているかもわからなくなったんだ。でガリアードというのはどう絡んでくる。ここのオーナー様さ、ブラックアローとロバートソンを送り込んできたのもガリアードだよ。ロバートソンからデータを回収すれば何か分かりそうだな。手伝えるか。エレベーターに案内するよ。頼む。その後は逃げろ。いや、残るよ。他のみんなが困っているかも。助けないと。気をつけろ。
頼む、助けて。どうかやめてくれ。情けない。潔く死ねよ。からな。ここからフィッシャー。そう、たまれ。あんまり俺からは逃がすものかよ。
サム、ホワイトボックスの中にいるわね。手を貸すわ。ロバートソンのシステムを見つけたら知らせて。ずっと盗み聞きしていたのか。だがサラのことでいい知らせがありそうだな。ええ、電話がつながったわ。手短にね。パパ、サラ、お前なのか。元気か。パパが死んだって言われたの。殺されたんだって。俺も同じこと言われたよ、サラ。時間切れよ、グリム。まずは仕事を片付けて。確かに逃げもしなかったもんな。連中と来たら突っ立ってるだけで、その点こっちは生きがいい。ちょっとだけな。他より3時間で肩がつくのは確かだ。そうだな。下ではまだ相当が続いているらしい。封鎖されていなければ手伝うんだが。自分のことは自分でやれ。ラウンド3、今どこにいる。こちらに1つ、今半分といったところだ。ここでは何をしてるんだ。俺が死ぬ。配属されて4ヶ月になるが。あれ、嫌な場所だ。いたぞ。仕留めるんだ。多分あそこだ。諦めるんだな。援護してやる。やってやる。援護してくれ。見失った。応援を頼む。正面切って戦うのが怖いのか。普通に死なせてやる。オタクどもと逃げ回るとは、ガスに頭をやられたのか、フィッシャー。くだらない遊びに付き合う暇はないんだ。なんてすばしこいやつだ。学者どもじゃ歯応えがない。相手をしてくれよ。そうだ、行くぞ。こういうところで銃を撃つときは注意しろ。まずいって。まあそうだ。はな。隠れても見つけてやるからな。オタクどもみたいに命乞いをしてみせろよ。見つけてやるから覚悟しておくんだな。
お前もくたばりやがれ。俺たちに本気言うの、ふざけるな。見ろど、誰か弾をくれ。おい、動くな。行くんじゃないぞ。残念だが行かないからな。冗談だぞ。もう助からないぜ。その手には乗らないからな。ミッションはあそこだ。献血に協力しな。のこのこ行くと思ったら大間違いだ。冗談じゃない。誰が行くか。バカにしてるのか。行くもんか。誰がそんなところに行くか。俺はバカじゃないぜ。行くもんか。ああ、こいつを使え。もう逃げられないからだ。科学者どもと同じ目に遭わせてやる。逃がさないぞ、この野郎。出てこい。科学者を見つけたら代わりに殺してくれ。手間が省ける。ひどいもんだ。フィッシャーだ。ほら、あそこ見たか。あそこから飛んできたぞ。隠れてちゃ誰も助けられないぞ。今度こそおしまいだ。援護するぞ、突っ込め。俺が行く。時間の間を合わせてくれ。もう一回を捜索するんだ。あの辺りのどこかだ。これでどうだ。隠れてろ、絶対出ていくな。首を突っ込む気はさらさらないからな。分かったか。行くわけがないだろ。お前が来たらどうなんだ。そこへ、お前が来たらどうだ。さあ、グレネードを投げたぞ。どこ。のこのこ行くと思ったら大間違いだ。
ロバートソンのコンピューターがあったぞ、グリム。どうすればいい？オッケー。その部屋を招かれざる客にとって避けたくなる場所に変えられる？そのコンピューターをいじってほしいんだけど、邪魔が入ると困るのよ。ではリモートマインの出番だな。こちらサム、ロバートソンのコンピューターがあった。了解。データは見られる？昔思い出すな。ルートアクセスとソケットアドレスは OK だ。そう。じゃあデータを全てダウンロードしてくれるかしら。 EMP の全データがあるようだ。信用できる分析官に見せてみるわ。これでよし。うまく接続することができた。任務終了か？まだよ。少し子守りをしていて、今何かあってもこちらからは再接続できないから。こいつには指一本触れさせるなというわけだ。どうやらこのパソコンは各エリアを封鎖するのにも使えるみたい。危ないところだったわね。お客さんのようだ。出迎えるとするか。しろこの野郎。見失った。ああ、惨めにくたばりやがれ。死ねクソったれ。今 20% よ。味方に当てるな。ゴー。お前の死体を行け。今 40%。 ごめん、えらい前進だ。やっと行け行け。60% 完了。もう逃げられないからね。早く触れよう。できたけよくね。消えが見えた。80%、あと少しよ。姿を現さないか。絶対に散らばるなよ。行くぞ。よし、やつを仕留めぞ。それで精一杯か。やれやれ。こっちは片付いた。こちらはそうでもないわ。ダウンロードが誰かにトレースされてるの。裏切りがバレたらさらにも危険が及ぶわ。どこからだ。
ホワイトボックスの中で1階よ。見取り図によると実験場らしい場所があるわ。そこなら通った。 EMP のテストをしている場所だ。利用できるかもしれないわね。なんとかトレースを立って。コステ、ホワイトボックスに潜入したが助けがいる。どうかしたのか。トレースを断つためどうやらここで EMP を使わなければならないらしい。ここの電磁パルス対策はどうなっている。オールドミスの低層より硬いさ。中の電子機器は一つ残らずお釈迦だが、外は心配無用。派手にやってやれ。分かったよ。隠れてろ。目標は隠れていて視認できない。目標視認不能。増援を送ってくれ。少しは学んだらどうなんだ。ああ、よこしてくれ。手切れなし。捜索を続ける。
増援を送れ。ダメだ、捜索を続行する。目標をやれ。目標との距離を詰める。目標を視認できない。着いたようだ。俺は噂のガリアードに会いに行こうと思うんだが。ルシアス・ガリアード、知っているのか。少しね、追って連絡するわ。早まったことはしないで、ロバートソンのデータも分析しなければならないんだし。